LR チャンネルをいつもご覧くださり誠にありがとうございます。金曜日担当の鈴木翔次郎です。今日は皆様に謝りたいことがありまして、毎週金曜日映画紹介をしているんですが、今週は間に合いませんでした。どうもすいません。というのもですね、10月の30、31と、自分舞台をやっておりまして、それで稽古やら本番やらで映画を見に行く時間がありませんでした。映画を見る時間ばかりではなく、他にも本を読む時間、寝る時間、ご飯を食べる時間、お酒を飲む時間、紅葉を楽しむ時間、吊り橋を渡る時間、競輪に行く時間、そういったものがありませんでした。来週は、来週こそは見て皆さんに面白い映画を紹介していきたいと思っております。今週もどうもありがとうございました。来週またよろしくお願いします。鈴木翔次郎でした。